きます。第6問、兄貴が少年院に入って初めて面会に行った時、数ヶ月ぶりに会うことができるので心が弾む思いでした。しかし面会室に入って再会した途端、会は爆笑してしまった。それはなぜか。簡単じゃん。ほんま、え、簡単すぎる。さっきからのさ傾向でいくとさ、ちょっと短絡的に考えすぎると外すやん。あ、難癖あるというか。そう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 、多分ね、一つ二つあると思うんだよね。これ話したことあるかもしれないよ。これはもう想像力だ。想像力だよね、うん、え、そんな難しい。いや、簡単だよ結構。でも少年院と言ったらみたいなことでしようは。あ、まあそうそう。お、なんかちょっともう、おお、なんかまあでも、カスタマーなんか周りに結構いたからね、ほんとに正面に入る。入ってたんだっけ、この僕は入ってないよ。僕は全然無縁です。でもいいの、それでいいの、本当にそんな簡単な答えでいいの。多分もう一ひねりになる。そう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 。ちょっと待って、多分それだと多分この次ぐらいから多分ね、難癖俺出てくると思う。ここはもう当てに行くわ。じゃあみんな多分一緒と思うから、じゃあせーのやろう、やっていい。本当に、せーの。リクル君が坊主になっていた。坊主になっていた。坊主になってた。おい、あおー、そう、坊主。そっか、少年院ね、もうね、うん、え、違うの。え、違うの。第6問、兄貴が少年院に入って初めて面会に行った時に、数ヶ月ぶりに会うことができるので心が弾む思いでした。しかし面会室に入って再会をした途端、会は爆笑してしまった。それはなぜか。眉毛がボーボーでリズム眉になってた。大森やっぱ見る目あるな。はい、そういうこと。くっそー、そうだ、ちょっと感性がずれてるな。そういうこと、感性がずれてるな。いやいやいや、皆さん、ライジンのさ、煽り食いとかでさ、兄貴のなんか昔のなんか暴走族時代の写真見たことあるでしょ。眉毛なんかすごい、ないの。そっか、すごいそっか。で、その入る前は、俺の記憶としては、眉毛のない状態だったの。で、久しぶりに会ったら、ボーボー焼いてるわけ、眉毛が。誰かわからんみたいな。いや、なくす側より増えた方で笑う人おらんよな、今。いや、これもね、もうちょっと考えればね、たどり着けそうなったな。いや、難しい、これは。え、坊主じゃないんだ。本当にさ、やっぱ、ずっと会えてなかったから、その寂しい気持ちと悲しい気持ちがあったわけ。うん、もうそういうの全部吹っ飛んで、もう爆笑したから。これ、兄貴のリアクションはどうだった？なんか笑ってましたね、もしかしたら。